サイン忘れちったよ、途中から。野球好きなんですか？野球部だよ。全く。へぇ、すごい。俺もね、最近サッカー好きになって。関係ねえよ。最近ちょっとこう。で、娘サッカーだもんね。覚醒しよう。前の。松井裕樹、楽天ファン。あ、そうですか。あ、松井裕樹、すごい渋いね。ねえ。楽天ファンじゃないですか。東北の人？あ、実は僕の友達も鈴木さんどこ？いや、宮城県のやつ。俺は学校青森だよ。楽天になるかも。マネージャーと同じファン。でもしかしたら楽天になるかもね。もし入れるとしたら行って。だってドームとかでご飯食べたいもん。そこか。ドームのファンじゃないから。ドームのあの、セキュリティの感じとかいいじゃん。しょっちゅうね、あの巨人のね、セールスマンに来て、所長、席買ってくださいよ。毎月来るよ。それが買って俺にちょうだいよ。オーロラシートとか、いろいろ、なんとかシートとか200万するんだよ。年間で。はい、しかも、バックネット裏ってあるじゃん。あれ、年功序列で、もう前の方は、もう毎年買ってくれる人がずっと抑えちゃってる。もう買えない、金出して死んでく人しか辞めたり死んでったり飽きましたけどどうしますかって、お城に一列ずつこうどんどん前にらしいよ、本当に年功序列だ。だから俺3階席進んできちゃったり3階席で一番前60万ぐらいいろんな意味で。おい、オッケーオッケー、ナイスナイス、勝てないんだ、勝てないんだ、いいよ、菊ちゃん、いい球だけだよ。巨人グッズも置いてくんだけどね。いい球だけよ。買わないからいいよ、つってんの。俺、阪神ファンだし。いいとこだけよ。まあね、でもさ、楽天もさ、マー君抜けて、岩君抜けてね。あー、ナイスファイト。すげえ。このキャッチャーすごい。ねえ。じゃあこの緑のバッティングきついかもしれない。ちょっとね、ちょっとね、これ重いからね、カーブについていけない。ちょっとね、先に押しちゃう。俺、旅館足ね、重たいドームの前、小さい頃見て、広島ファン、怖いなってイメージ。昔、あの、こいのぼりだじゃない、キャッチャー取れない。すごいっすね。違うの、昔、そんな球なの。ハイヤ中本当にすごい、だね、ここの背中の方から空が行ってる。うーん、さっき10段くらい、1000件されたもう全然前から、もう危ないっつって来たりして、ね、応援しても近寄れない、怖い怖い怖い、確かに怖い。フォアボール、フォアボールか。ナイスよ、ナイスよね。なんか今の絶好球なんじゃない、もしかしたら。菊ちゃん的には。菊ちゃん的にはあれ伸ばせば打てる。大根切りにはいいかもね。菊ちゃん的には絶好球。あんまり後ろ行かないで、後ろ、後ろに行かないで。ちゃんとボール見てんだよ。ボール見てね、ボールね。ボールの位置を見てんだよ。目離さないで。下、向かないで、下。目切らないで。そうそう、目切っちゃダメよ。楽天もいい外国人ってるけど、なかなかね。あ、ウィーラーが私、写真撮ってもらった。マジで？最後のウィーラーだけは本当に頑張ってます。よく見てね、パスボール、ゴーね、パスボール。下ずつ、下ずつ。あの、楽天の本拠地で。はい。たまたま試合見た後に、ゴー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 。え、そんなに簡単に選手が？ウィーラー、自転車だった、折りたたみチャリで、ウィーラーさんですかって。マジで？すごい。俺昨日畠山見た。神宮はヤクルトの選手は向こう側の練習場みんな自転車で行ったり。そうそう。戸田にね。いや戸田ってかあの神宮の。あ、神宮に。神宮の公式の隣練習場。公式の練習場だった。そこからね行ったり来たり。そこね、地下通路とか全然あの最上階でね、わーっというところ歩いてくる。そのまま見えるね。人気選手は自転車でわーって。そう。山田とか。若手の選手はもうわざとその歩いて捕まるように。捕まるように。顔も売らないとね。名札つけてきゃいいのにね。でも畠山昨日伊藤洋華堂にいたよ。畠山さんですかって言おうかなと思ったけど。そうなの。でもあいつ違ったら怖いな。今年全然出てないよ。わかるでしょ畠山。
いやもう本当畑山。畑山ですよ俺きっと。あれわかる。間違いないでしょあれは。間違いない。間違いないじゃん。畑山ってだって特徴すごくありそう。今年はほら全然。おおナイランナイラン。ナイランナイラン。いいね。走れるじゃん。でうちの子供もなんか近くの公園で同級生とか畑山見たとか言って住んでんじゃん。お父さん。水産所うちの近くに住んでる。住んでんじゃん。神宮近いし。うん。そうじゃない。でも背ちょっと大きいぐらいだよ、ね、俺より。ああまあまあそんなもんかもね。太り具合は俺よりちょっと痩せてるぐらい。えそう同じぐらいじゃないの。あもうちょっと痩せてるか。そっか。ちょっと締まってる。ナイスナイス。何の保ちてまた。また2人たまった。3番頼むよ3番。左のフォースされちゃった。オリックスとかね。野球は。さあ一つだろうまず一つ。俺の友達てっぺいと現役して写真撮って LINE で送ってきてみたマジかあ、そうそうそう、そんな感じだ。忘れちゃった。どっか行ったんだ。一つ一つ。あ、そうなんだ。あ、そうなんだ。ピッチャー力むな、力むな。詳しいね。逆に。よくよ。ツーストライクになってたよ。中間で中間で。頑張れ頑張れ。でも星野監督は阪神であれキャッチャーだった石間出すっつって金本断ったらしいよ。そうなの？だから俺。出そう。出したんじゃないの？あれ？出したんじゃないの？あ、これ？マジ？スマート、スマート！スマート！いや、バッター集中、バッター集中！よく見てよく見て最後まで最後まで見てね。当たったって痛くねえぞ。ギリギリまで見てね。ギリギリまで。いいよいいよいいよ。最後まで最後まで見た。取れない。そんな。珍しいな。